カバは、故障家の監木、また、それから作られる南太平洋のメラネシアから、ポリネシアにまたがる地域、フィジー、トンガ、サモアなどで引用される、嗜好品。カバラクトンと総称されるいくつかの、厚生新物質群を含む。カバはトンガ語であり、カバ、カバカバ、カバカバとも表記される。また、カバを使った儀式もその名で呼ばれることがある。ハワイ語では、アバ、 フィジー語ではヤンゴウナ、ポーンペー語ではシャカオという。カバはオセアニアの社会で宗教的あるいは社会的な儀礼に用いられ重要視されてきた。現在、ハワイではカバを振る舞うアババーが営業されるようになっている。また、二日酔い止めの薬としても使用されているようである。根を乾燥させ、粉状にして水に混ぜるか。 あるいはそのまま水で揉み出したものを起こした泥水様の液体がカバ茶でこれを引用する。カバ自体の植生域はハワイからニューギニアまでと広い。カバの効果は鎮静作用を主とする。引用時、校内の痺れを覚えることが多い。アルコールは含有しないが、酒に酔った時のような酩定感がある。 成分を抽出し製造されたサプリメント製品による死亡を含む重篤な肝臓障害を含む健康被害が欧米諸国で発生している。これらの例には専門家による疑問の声も存在する。肝機能障害などの副作用は草の王、西洋オト切リ、エキナセア、紅茶キノコ、混合中国ハーブなどのハーブと併用して発生したという報告が複数ある。 成分を含む製品は無承認無許可医薬品に指定され監視取り締まりの対象である。サプリメントとして販売されていたが、米国ハーブ製品協会は、クラス2ビット、妊娠中に使用しないハーブ、2C、授乳期間中に使用しないハーブ、2ビット、特定の使用制限のあるハーブとしている。ありがとうございます。